だからこそまず教育基本法を改正しました。新しい教育基本法には目標を、教育の目標をいくつか新しく書き込みました。例えばその中には道徳心を培うと書いて、公共の精神の重要性を書きました。伝統の文化を尊重するということも書き込みました。さらには共同愛、そして愛国心を書き込みました。学校において日本という国を貶められていたら日本のために尽くそうとは子どもたちは思わない。この新しい教育基本法の精神にのっとって元どろし、小学校の教科書が採択されました。この新しい小学校の教科書はまさにこの新しい精神にのっとって書いたと言ってもいいと思います。学校において国のために命を懸けてやったバカだと勉強を教える先生たちがいました。例えば昨年 の、 あの東日本大震災において屋根山林の女性職員は一人でも多くの住民を避難させようと最後までマイクを握って津波に飲まれた。彼女が教えてくれたことは損得を超える価値があるということなんです。損得を超える価値とはそれは家族を守るためであり、そして故郷を守るためであり、限られない祖国を守るためなんですね。